ださいまたイベントが終わったらお礼させて。ありがとうハイボール嬉しい、ありがとう書いてくね名前、ありがとうハイボール。ありがとうありがとう。内部のクレンジング配信ぶりです。神配信ぶり、質素なお顔ですがお許しくださいませ。で明日のちょっと配信の企画説明をしたいんですけど、今お星様投げてくださってありがとう、こんにちは、さっきぶり来てくれてありがとう、見に来てくれて、ウェイウェイ。そう神企画のねあれなんですけど、ハルルンハートありがとう。すっぴんで2枠することもないからね、なかなかまあ珍しくていいんじゃないかなと思います。でちょっと明日の企画の説明をしますけど、明日の一番最初の枠が5時からなんですよ。朝早くないみたいな、もう今思ったでしょ、明日の一枠目が5時からなんですよ。私は早起き頑張る、早起き頑張るからみんなも早起きしてほしいって思うんだけど、みんなはもっと早く起きなきゃいけなくて、みんなは私よりもっと早く起きなきゃいけなくて、みんなは3時45分までに星を満タンにしててほしいんです、朝の。だから3時4分45分だったから、この配信が終わった後に星を満タンにしとけば大丈夫。この私がこの配信が23時39分まで配信をするんですよ、この枠が。だから明日の朝の3時45分までにとりあえず星を満タンにしてほしいんですけど、あ、うん、あ、明日5時半からだ。あ、違う、嘘嘘、5時からだった、ほんますいません、4時15分でした、すみません。なんか全然違う、え、これ誰のやつ見たんだろう、なんか知らない配信のなんかスケジュール保存してた、ごめんなさい全然関係ない。あ、結局は5時から配信、5時から5時半まで1枠目配信するんですよ。そう、どっちにしてもちょっと早いんですけど、いや、みんなは4時15分にして、あ、みんなは3時15分までに星を満タンにしててほしくって、そう、さっきねツイートしたんですけど、さっきツイートして明日のタイムテーブル26日のだから訂正等あればリプを送ってほしいです、訂正等あればリプを送ってほしくて、5時、明日ちょっと案件が入ってて合間にちょっとお仕事ができないんで、5時から5時半まで配信する。で、2枠目が7時55分から8時25分までやって、で、3枠目が18時から18時半。そっから夜の、あれまでするんですけど、計6枠あって、訂正等あれば、ぜひください。18時、8時から8時40分、そっから。22時から22時半。23時40分から24時。てな感じになっております。またもしうんって思ったらリポメールかなんかで送ってください、お願いします。そう、明日みんなだからりねちゃんのために3時15分までに星を貯めてもらって、今日の夜配信終わった後でいいから、そうで4時15分に捨て星をしてほしいから、4時10分に起きておいてほしいな、4時10分に起きて4時15分に捨て星をしてもらって、で私が5時から配信をするから、そっから投げてください、お願いします。
もう大変だと思うんですけど、本当に私もガチで朝からテンションみんなが爆上げになるように頑張るんで、ぜひお願いします、お願いします。もうみんな、あ、明日はね、朝専用のリネ占い、朝専用のリネ占いしますんで、朝専用のリネ占いしますんで、イベント始まった、イベント始まったよ、今日の17時から始まって、私はもうメイク落とす配信をしてメイク落としました、さっきとすっぴん、福さん、タワーありがとう、ありがとう、え、クマタワーありがとう、福さんありがとう、え、ありがとう、嬉しい、後でお礼させてください、また次のイベントありがとう、ありがとうございます、嬉しい、またはレインボースターもありがとう、嬉しい、せいなちゃんレインボースターありがとう、嬉しい、ありがとう、今一つでももう本当にお星も持ってるよっていう方とかいれば、一つでもいいのに投げてくださると嬉しいです、50カウントとか持ってます、ありがとう、本当に嬉しい、マイマイマハタありがとう、グザマハタありがとう、タコもありがとう、タコ嬉しい、ありがとうございます、起きれるかな、え、起きてもらわないと困りますよ、私も頑張って起きるんで、もう本当に申し訳ない、マジで、いや本当にもう無理を言う、起きれるかなじゃなくて起きてください、もう私も起きるんで、もう頑張って起きるんで頑張って起きるんで、私が私もこう絶対寝坊しません、もう宣言します、絶対寝坊しない、絶対寝坊しない、一番最初のイベントの時、あ、一番最初か、何回目かな、なんか携帯の充電、え、マジでもう気をつけよう、マジで携帯の充電がなくてアラーム鳴らなくて寝てて、もう本当にもうマジで気をつけよう、さっきも 3% だったし、本当にちょっとこれめっちゃ気をつけるよ、もう本当にねマジ気をつける、これ笑い事じゃないから、マジで本当にすいません、本当に申し訳ない、マジあれはもう大地獄の始まりでしたね、あれはもう内海龍の、さすがにちょっとねあれはもう自分が悪かったんで、そう絶対寝坊しないね、本当に私も早起き頑張るので、皆さんでもね、みんなのね生活もあるからね、本当に無理は言えないんですけど、ちょっと正直なことを言うと、でも本当にもし可能であればお願いします、本当に一つ一つの力が必要で、もう絶対に1位になりたいのでお願いします、そう、まだポイントがどれだけ各メンバーあるか分かんなくて表示されてないからすごい不安になるかもしれないんですけど、明日のお昼更新されてどういう結果かも分かんないけど、私は前向きに頑張るので、ぜひ最後までついてきてください、お願いします、ありがとう、頑張る頑張る、ありがとう、嬉しい、頑張るエイジもハートありがとう、イエーイ、ハート、え、てかさ、さっきのさナイーブのさ、ナイーブさんのさ洗顔これ使ってからさ、一回もせ、あの化粧水塗ってないんやけどさ、全然突っ張らん、ほんまにやばいかも、すごすぎて余裕かもしれん、え、ほんまにすごい、ちょっと私この配信が終わったらちょっといろいろしてからちょっとお風呂に入るんですけど、メイク落とさなくていいっていうストレスフリーね、もう落としてるから嬉しい、もうメイク落とさなくていいんだよりにちゃん、気張って月曜日から頑張る、嬉しい、月曜日頑張ろう、私も月曜日頑張るから、離れてても一緒に頑張ってるんだっていう気持ちを味わえるってことだよね一緒に離れてても月曜日頑張る頑張るっていう気持ちを味わったということでメント、あ、そうだね、コンタクト取るように、今日はちょっと、あ、でも明日、そう明日、え、で2つ目の配信はメイク、2つ目の配信はそのメイクをやる配信をします、します、メイクやる配信をします、だから今この状態からメイクをして
私がこのメイクを落とす前、この今の前の状況を見れるってことだから、りんちゃんどういうメイクをしてたのかっていう配信をしますんで、今これを見といてください。明日の2枠目の7時からの枠かな、明日のね、まだちょっと一つ目の配信は5時から5時半の枠はちょっとリネ占いであれなんですけど、7時55分から8時25分の2つ目の枠はメイクしますんで、30分でメイク終わらさなきゃいけないから私もう頑張るよ、マジで頑張りますからね。そう、そのままで、いやそのままでダメだよ、そのままで良くないから、うん。だからで、また夜にはこうやって今みたいにメイクを落とし、こうやってすっぴんをさらし、こうやってあの明日のクワとかって話してるんだよ、もうデジャビュー、デジャビュー。デジャビュー。デジャビューですよ。せいなちゃんハートありがとう、お星さんも皆さん投げてくださってありがとう、ごめんなさい、ちょっと逆にか。お見送りでズッキュン、ごちそうさまでした。え、嬉しい、ズッキュンズッキュン。お見送りズッキュン、キュンキュンしたキュンキュンした。こんな質素な顔で言われてもって感じですけど、キュンキュンした。待って、部屋汚すぎてさ、なんか崩れていった、死ぬ、本当にやめて、怪奇現象かて。だからまた明日は5時、皆さんは4時、4時15分4時10分には起きなきゃいけないんですけど、みんなもしよかったら私のために一緒に頑張ってついてきてください。私も頑張るんで、自分が率先してみんなを楽しませるので、明日の朝早起きしてよかったって思わせるような配信をするので、ぜひ待ってます、待ってます。月曜日ってさ憂鬱だけどさ、私の配信見てさ、あ、今日から頑張ろうって思ってもらえたらいいなっていうお話。頑張る、嬉しい、イエーイ。頑張ろうね、私も早起き頑張ります。よし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 、はい、これはなんかロイズ、今日なんかケータリングでもらったロイズのポップコーン、チョコレートポップコーンみたいな、ホワイトチョコのフロマージュ、チーズフロマージュのポップコーンみたいなやつを食べました。うん、今しか手を、口の中は見せたくない、喋りながら、喋ったら、食べながら喋ったら口の中の見えちゃう。えー、ありがとうおじい、船タワー、ありがとう、嬉しい、船から、ありがとう、嬉しい、お礼させてね、またまたっていうか、イベント終わったら、イベント終わったらお礼させて、ありがとう船タワー、嬉しい嬉しい、おうじ、おうじ、ありがとう、イエー、船玉ありがとう。死ぬ、船玉出航。ありがとう、福さんも STU のギフトありがとう、嬉しい、皆さんもこうやって、もうハートもお星さんもこうやって投げてくれてありがとう。こう見えるからね、こう誰が投げてるかとか、もう本当に超嬉しいから、こっから見てて。見えるから、星なんか、あ、飛んできたと思って、ほらほら。本当にありがとうございます、もうめっちゃ嬉しい。
ケニアちゃんもハートありがとう。ラブズキュン。え、明日髪型何しよっかな。明日お仕事で、なんか踊る系のお仕事じゃないよ。どちらかというとなんかロケっていうか取材系のお仕事なんやけどさ、え、髪型どうしよっかな悩むんご。今日ツインテールしたし。でもこういう髪型したことないよね自分。でもハーフツイン最近やってるから、え、次の公演これやろっかな。私次の27インチの公演、これ高めにしてこれやりたかったんだけど、私これずっとやってみたかった、プリキュアみたいな。ときめき宣伝部のおはるさんがなんかずっと初期の頃やってた髪型、もうめっちゃ憧れて、これこれやりたい。いや明日三つ編み悩む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 。何が見たい、みんなは何の髪型が見たい。リネちゃんの、リネちゃんの何の髪型が見たいですか。死ぬ、あ、待って22分びっくりした。最後危ねえ、私もう時間過ぎたかと思った。普通にさ、なんか寺のお経みたいなやつ自分の口から流れつけちゃった。ゆえちゃんの何の髪型が見たいですか。やばいやばい、ほしんしんしん、ゆえちゃんの何の髪型が見たいですか。えー、りねちゃんの何の髪型が見たいですか。でも私ハーフツインずっとやってるんですよ。僕の好きな最強ツインテール似合いすぎてる地図。え、最強でお団子、あ、お団子いいね、確かにお団子とかもいいね、お団子とかもいいね。お団子？お団子？やばい、ちょっとテンションおかしくなってきた。いや、23時以降の配信テンションおかしくなるんだよな。忘れとった忘れとった忘れとった、危ない危ない危ない、汗汗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 。え、じゃあ私坊主にするわ。え、じゃあ私坊主にするわ。え、じゃあ私明日坊主にするけんよろしく。見たことない髪型が見たいんだったら私も坊主にする明日。りっくんレインボースターありがとう、嬉しい。レインボースターねえ大好きだよ。え、ありがとう、私も好き。あ、嘘、大好き。ポニーテールもポニーテールいいよね。私さ、ちょうどクリコンの時ポニーテールしようとしたんですよ。でも帽子かぶるからやめたの。結局帽子かぶれなかったけど。やばくない。でもハーフツインにして優勝してたから、あ、ハーフツインにしててよかったと思って。なんか本当になんかね、食い込む時ね、ハーフツイン、そう、なんかハーフツインのね巻き方がめっちゃ上手くて、メイクさんの、いつもやってくださるメイクさんなんだけど、めちゃくちゃ良くてね、過去一良かった気がする。まさかのお星様もたくさん投げてくれてありがとう。今見てくださってる方こんにちは、 STU48 2期のリネタンこと内海玲と申します。ありがとうございます。あの今 STU48 とナイーブの、あのコラボイベントをやっておりまして、その
ょっともう一回ね決意表明をさせていただくんですけども、12月25日今日からね31日、12月31日の19時59分までの期間に STU48 とナイーブっていう、そのなんていうんだろう、まあこういう洗顔料とかクラシエさんのナイーブっていう、あなんていうんだろう、ハンドソープとかっていうそのメーカー多分調べてもらったら分かるんですけど、めちゃくちゃ結構有名で、そうすごいね、めちゃくちゃ使ってきて、使ってみてよかったんですよ。さっきショールームイベントの選抜がございます。そのショールームイベントの選抜って何かって言いますと、この上位5名が選ばれるんですけど、上位5名の人が選ばれたら STU48 の9枚目のシングルが3月1日に発売するんですよ、来年の2023年の。それのカップリングの選抜に選ばれます。そう、その9枚目のシングルの選抜が発表されたんですけど、私メインの曲の選抜に入ることができなくて、だから9枚目のシングルは選抜に入ることはできてないんですけど、カップリングの選抜はこのイベントで決まるんですよね。だから私も絶対に入りたくって、本当に入りたいので、もう絶対1位になりたいし、そうそう、なんかランキングで決まるらしいんですよ、その序列みたいな多分。だからもう絶対に1位になりたいし、もう絶対にこの5位以内に入りたいので、もしよかったら応援よろしくお願いします。今回ねそのイベントに参加してるメンバーがほとんどで、21人とかもう本当に結構21分の5みたいな、本当にもう確率は高いんですけど、私はもう最後まで諦めずに、もう絶対に頑張りたいので、もしよかったら応援よろしくお願いします。本当に本気です。そう、あとねカップリングの方にオリジナル衣装とか、あと MV の撮影とかあるんです。すごくない？本当にすごい。あと某有名音楽番組のメディアに出演できる可能性もあるらしくって、もう本当にすごいなと思う。あ、今私すっぴんで、ちょっと本当にいつはもうはもっと可愛いですけど、うん、嬉しくださいお許しください。そうもうね、そう、それであとナイーブさんのウェブの CM の出演権とかすごくない？やばいな。私がもし5位に入って、もしウェブ CM やるとしたら、今日も最高うるつや肌みたいな、最高なんだけどって買ってもできるの、やばくない？もう超嬉しい。もう本当に絶対に入りたいので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。私ずっと CM に出たいって言ってて、もうずっと CM に出たいって言ってて、シャンプーの CM とかも出たいとかって言ってて、それが叶うんですよ。もうこれもうもしかしたらどういうあれか分からんけど、もしかしたら叶うんですよ。なんか私がさもし入ってさ、なんか最高、肌もっちもちとかって言ったらやばくない？本当にやばくない？本当にテンション上がるんですけど、もうなんかそういう妄想したら本当にもう絶対に入りたいので、ぜひお願いします。で、私がなんでこんなに入りたいかっていう気持ちをねいっぱい書いてきたので、もしよかったら聞いてください。私がこのイベントに参加しようと思ったきっかけは、この度 STU48 宇都宮りねはSTU48×ナイーブのショールーム選抜に立候補させていただきます。正直このイベントが発表された時は諦めようかと思ってました。でも絶対に後悔したくないから参加しようと思いました。私は今までいろんなイベントに参加してきましたが、でもダメなことが多かったです。自分の目標である選抜という夢も届かず、悔しい気持ちばかりでした。ずっと口では選抜に入りたいと言っていましたが、その目標に近づくために何ができるのかと考えたときに、このイベント、この今回のショールームイベントの上位5名に選ばれて STU48 とナイーブを全国のたくさんの方に知っていただくことでした。そしてこのイベントを通して次の選抜につなげられたらなと思いました。ファンの方を幸せにしたいと思ってるのに、このイベントでファンの方に負担をかけて幸せにできるのかなとかって考えました。本当に皆さんのね生活もある中で、こうやってもう皆さんがね汗水垂らして稼いだお金とかね本当に削ってしまうし、ファンの方にすごく負担がかかるイベントだと思います、でもすごく負担かかると思いました。でも私がファンの方を幸せにできることはただ一つで、私がこの5位以内に入って1位になってファンの方を幸せにすることでした。
難しいかと思いますが、絶対に1位になって夢をつかみに行きたいです。私がもし上位5名に選ばれたら、姉ちゃんが入ってよかったと思ってもらえるように、ナイーブと STU48 をね、もっともっと全国に広めていきたいと思いますので、よければ最後まで応援よろしくお願いします。本当にもうね、本当に難しいかと思うんですけど、私はもう本当前向きに最後まで頑張りたいので、皆さん応援よろしくお願いします。よし、で今日1日目のイベントなんですけど、もうすごいね、楽しいです楽しいです。こうやって一致団結できてね、明日はね5時起きでね、みんなね眠眠にゃんこかと思うんだけど、私も早起き頑張るんで、もうぜひ起きてください、お願いします。でこのイベント期間中にナイーブ、せっかくだからナイーブさんとのコラボイベントだから、ナイーブさんの商品使ってみようと思って今日買ってきたんですよ。ずっと気になってたやつね、これで、これでさっきメイク落とす配信をしたんですけど、1日目はもうめちゃくちゃ肌いい感じです。これちょっと1週間使ってみて、肌がどういう感じになったかっていうリポートもするので、ぜひ気になる方は見てください。だいたいね、最後から2番目のこのタイムテーブル、この枠じゃなくてその前の枠でメイク落とし生配信をしようと思いますので、ぜひ見てください。だから今ちょっとすっぴんなんですけど、顔が薄いんですけど、明日の7時55分からの枠は、明日1つ目の枠が5時から5時半の枠で、2つ目の枠は7時55分から8時25分なんですけど、その2つ目の枠の7時55分から8時52分の8時25分の枠でメイクをしますんで、いつものリネちゃんが出てくるよってな感じってな感じで、この配信は39分までします。だから36分になったな、男女読むかなと思います。明日髪型どうしようかなみたいなどうしようかなみたいな、そう、あとねイベント期間中は本当にSNS 等の拡散とかもしてくださったら、りねちゃんがいいねしに行くかもみたいな感じなんで、ぜひ皆さん拡散等お願いします。あともう本当に今日一日ありがとうございました。もう本当にありがとう。17時から始まったんですけど、ちょっとお仕事の都合で18時からやったんですけど、まだ結果は分からないんですよね。明日のお昼に更新されるんで、まあ最終的には31日の19時59分までなんですけど、今どれぐらいねポイントがねあるか分かんないんですけど、明日のお昼ちょっとドキドキしちゃうんですけどね。本当にもう今日一日ありがとうございました。もう本当に楽しかった。明日になれば悔しいって言ってるかもしれないし、やったーって言ってるかもしれないんですけど、どっちにしろ最終日までね油断せずに、もう絶対に叶えたいので、皆さんついてきてください、お願いします。頑張ります、本当にマジで。そう、毎回ね、そうイベント本気なんですけど、今回のイベントもめちゃめちゃ本気で頑張るんで、気にしすぎないで。いやもうね気にしていくよ、もう本当に嬉しい。でもその嬉しいですって言ってくださってファンの方が、でも本当に本気だから入りたいし、本気だから気にしてしまうから。でも今回のイベントの目標は5位内に入って1位を取るっていうことと、あと最後まで前向きに頑張るってことなんで、31日までもう負けません、絶対に強気でいく。だからみんなもついてきてほしいです。でもこれだけさ、なんか胸張ってさ頑張りたいって言えるのもりねちゃんおじさんのおかげなんで、応援してくだされて嬉しいです。本当に一つ一つのお星様も本当にありがたいんで、ギフトもありがとうございました、コメントもありがとう。じゃあまた、今36分なんで壇上読んじゃいます。
壇上読んじゃいます。ありがとう本当に。じゃあまた明日早起き頑張ろうね。足も頑張るから。あ、じゃあこの後配信終わったらそのショールームの明日のこの下の全部変えとくのでチェックしてください。あのツイッターとかフォローしてくださったら一番ツイッターが多分すぐ更新、タイムテーブルとか変わってもすぐ更新されるので、もしよかったらツイッターのさ、うん、くゆツイッターのフォローもお願いします。皆さんツイッターここから飛べるのでぜひチェックしてください。ツイッターが一番最新です。じゃあ13位から読んでいきます。13位、あかねちゃんありがとう。待って髪の毛ボサボサすぎて読みそう。あ、嘘嘘嘘、やまない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 。13位、12位、スーさんありがとう。12位、あかねちゃんありがとう。13位、あかねちゃんありがとう。間違えた。12位、スーさんありがとう。11位、ベニジカタルトありがとう。10位、まさみくんありがとう。19位、ペンタロウありがとう。8位、せいなちゃんありがとう。7位、南光さんありがとう。6位、松田さんありがとう。5位、てっちゃんありがとう。4位、りーくんありがとう。3位、ハイボールありがとう。2位、王子ありがとう。そして1位がドゥルルバン福寿さんです。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた、あ、びっくりした、38分か。待って、じゃあまた明日の朝会いましょう。皆さん5時から早起き頑張りましょう。じゃあもう切れるんで配信。まるともちゃんありがとう、ギフト。皆さんお星様もたくさんありがとうございました。2日目も頑張っていきましょう。今日ありがとう、みんな大好きだよ。じゃあねー、バイバイ、お疲れ様、お疲れー。